DJ サイレント MC プレイプレイヤー鹿のゲイ桜坂スキャンギュスタッシュ Yo アジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しで交わるそれぞれの道の愛や戦うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目そうです。そうですね。でも夜の街っていうか飲み屋さんだったりとかのはそのがメインだったんですか新宿。でも昼は昼で人を結構歩いてましたし、学生とかもいっぱい歩いてましたし昼間は。24時間ですよね。で自分たちが中学ぐらいの時はまだアルタが惣菜屋だったん でその惣菜の裏が銭湯だったんですね。それがアルタに変わったのがいつですかね、53、4年ですかね。でアルタができて東口が変わったんじゃないですかね。そうですね、歌舞伎町にいる人間とあっちの東口に行く人間とが分かれたのもそのくらいじゃないですかね。とにかく昭和50年代の新宿はもう多分ああいう時代は来ないんじゃないですかね、そういうのその50年代をメインにした漫画ですね、あと高度成長期バブル、バブル向かってくる、そうですね、すごい早く向かっていくって感じですね。バブルの始まりからバブルはじける、弾けていく様子もだからちょっと三丁目の夕日の映画を、三丁目の夕日はあれは昭和35年とかなんですよ、はい、だからあれは自分生まれた時ですね。まだ歩けもしない時代ですね。そうですね、だからあれの後ですね、すごいあれ三丁目の夕日よかったな。あそうですね、第2弾もありましたよね、あれね。ありました、めっちゃ見ました、あれ第2弾は昭和何年だったんですか。あれはもうオリンピック始まった後かな。あ、じゃあ そんなに変わってないですよね、面白かったです、なんか人情味があるというか、あなんかこうちょっとカンガリ親父っぽい、なんかでも自分たちちっちゃい時みんなあんなでしたよね、どこ行っても、そうですね、テレビも白黒でしたし、はい、アンテナガシャガシャ動かさないと映んないとか今皆さん聞いててああと思ってるんですか、同じ世代の方が、そうですね、テレビも全部の家になかったですもんね、急速にですよね。そうですね、だって自分が覚えてるのすごいちっちゃい時、冷蔵庫がなんか木の冷蔵庫で毎日氷屋さんが来て氷を入れて冷やしてるのを覚えてますね。うちのおじいちゃんカポリュレやってたんで、はい、結構大変ですよね。そうですね、だからでかい氷を、板氷を入れて、でそれで冷蔵庫に、はい、ちなみに思ったんですけどね、家電製品っていうか冷凍庫っていうのはその氷をこう絞っとくところって冷蔵庫じゃないですよね、どっかのトンネルとか寒いところから持ってくるんですよね、冷やしたところから。
だけどアイスキャンディーとか売ってましたからね、アイスクリームとか。駄菓子屋行くとアイスクリームが10円だったんですね。でアイスキャンディーが5円だったんですよ。だから駄菓子屋で売ってたってことは冷蔵庫あったんですよね。そうですね、そうですね、5円と10円、10円持ってたら結構神に近かったんじゃないですか。そういう時代ですもんね。今の子供100円あげたって喜ばないですもんね。1000円ですよね。はい、1000円からですか、ね、今1000円でも喜ばないんじゃないですか、はい、やっぱ1万円ですか。そうですね、5000円とかからじゃないですかね。そうですね、何でも売ってますもんね。はい、何でも売ってるから。そうですね、何でも手に入る、はい、便利ですよ、ね。何でしたっけ、漫画、ね、来年1月1月一応予定ですね、はい、楽しみです。そうですね、自分がの絵が見たいですね、はい、その人の内容もだと思うんですけど、一回あれですよね、ドミューンで、はい、あの漫画のやつ、その、はい、前の先生の時のやつで、はい、やドミューンでやったんですよね、はい、だから それを見た人たちはその絵だと思ってると思うんですけど、絵だからまるっきり変わっちゃうってことですよね、うん、自分その時の絵は見たんですよ。結構でかく画面に流れてましたもんね、はい、うん、だからあれ見た人はあれだと思ってると思うんですけど、もう全く先生自体が違うんで絵も違ってくると思うんですよね。でそのこの先生がなかなか絵を見せてくれないっていう、はい、やっぱ時代背景もそっちの古い時代背景。そうですね、だ歌舞伎町は50年代の歌舞伎町、はい、結構大変ですよね、覚えてるっていうか人の方がいいですね。そうですね、自分たちだってもうね、あれからもう年数経って結構うる覚えなところが結構あるじゃないですか。だから先生も結構先生若いんで結構大変だと思いますよ、あの資料を集めてその描くっていう、うん、なんか最近 YouTube でじゃないですかって入ってませんか。はい、言われますねじゃないですか、はいあのフェイスブックのコメントにも書かれますねじゃないですか、はい、もう最近なんか YouTube を見ててもじゃないですかが多いんででもじゃないですかって言わないですか。Kさんの場合はあの過激なことを言ってそうじゃないですかっていうことに来るんで、いやそうじゃないそうじゃないってみんな言っちゃうんですよ。でも幸福になったら幸福になるわけだから、こういう風になるじゃないですかって合ってますよね。それは自分の中のこうなるじゃないですかもちろん自分の基準ですけど、自分の基準の話をしてるわけだから、それをみんな聞いてるわけじゃないですか。だからね、これをこう例えばじゃあ人をこうやって刺したらこういう風になるじゃないですかって、だけどそうですけど、そういうふうになるわけだから、ね、そうなるんですよ。うん、そうですね。そういうこと言うから、有吉さんに人殺しとかって言われちゃったりするんですよ。殺したら。そういえばあれって、隔週でやってるんですか？毎週やってる。毎週です。あ、はい、うん、日曜日でした、うん。日曜日です。
あ、じゃあ今回は何も言ってない言ってないですね。言ってないし、ね、はい、うん、まあ届けば何かいい、なんかツイッターが何かに本は出てましたね。あれですよね、極悪ですよね。今回これももう送らせていただきました。あ、はい、なんか載せてたみたいな、うん、でもあれは多分送る前にもう出てたんですよ。あ、送ってからですか。あれとプリズムカウンセラーと、建築家のマスタージオンジバブル編全部まとめて、で秋田商店も漫画全部送ったみたいですね、うん、それをなんかツイッターに載せてたの。一冊だけですね、言葉なしで。はい、3冊ぐらいあって、その一冊が計算の本だったっていうふうに載ってましたね、うん、自分も自筆でお礼の手紙書きまして、書いて、自分は写真集送ったんですね、はい。より大事な今日、罪と罪は消えないが卒業なサクライブ、俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。